DR2500 型機動車は、かつて、台湾鉄路管理局で運用されていた機動車である。純道系の DR2600、DR2650 型機動車についても本項目で述べる。1950年代になっても、台湾鉄路管理局では、台湾総督府交通局鉄道部から引き継いだ蒸気、機関車牽引の列車が輸送の中心となっており、 都市間移動に時間を要する状況が続いていた。その状況を改善するため、台北、消化間にディーゼルカーに更新された DR2300.2400 型による快速列車、芝油控え車を1954年に運転開始したところ、大変な好評を得たため、専用車両として新たに車両を投入することになった。これが、 DR2500 型機動車である。DR2500 型は1955年から1956年にかけて東急車両製造で8両が製造された。車体は同時期に製造された国鉄機波重計機動車をベースにしたもので特徴あるバス窓を装備している。また運転台は型運転台方式で2両編成以上での運転を基本としていた。 また車内は固定式、クロスシートを採用し、定員72名となっていた。エンジンはカミンズ製の 300HP エンジンを採用し、最高速度 105km を出すことができた。1956年2月1日より、台北、大中間を2時間25分、高尾まで5時間4分で結ぶ、控え車として運転を開始すると、それまでより大幅に、 所要時間を短縮したこともあって人気が集中した。そのため、1957年には造備車として、東急車両製造製の DR2600、DR2650 型が登場した。DR2600 型は、基本設計は DR2500 型とほぼ同型ながら、両運転台として設計されて、なお転換クロスシートが特徴で、 10両製造された。また、DR2650 型は、エンジンを搭載しない付随車として4両が製造された。合計22両となった DR2500 型グループは、引き続き、控え車として使用された。この間、1965年頃には、車内設備を中心に更新改造が行われ、座席を転換クロスシートへの交換とシートピーチの、 延長、それに伴う窓配置の変更が行われたが、1961年より運行を開始した観光号や DR2700 型によって1966年より運転開始した光加号と比べると、車内設備や最高速度が見劣ることから、次第に西武幹線や北巡る線の区間列車用に格下げされ、1983年から1985年に、 かけて大半の車両が廃車、最後まで残った車両についても1989年に全車廃車された。DR2652 を除いて全車解体され、現存する動力車は存在しない。ありがとうございます。